今日のこの音声は、一日一生懸命頑張った、あなたにお届けしたいと思います。そうです、あなたです。よう聞いてください。いや、今日も一日お疲れ様でした、本当に。もうめちゃくちゃ頑張ったんじゃないですか。いっぱい不安もあるだろうし、うまくやれたかなとか、もっとしっかりしなきゃとか、ちゃんとしなきゃとか、そんな風に思うこともあるかもしれないですよね。もう僕があなたに言いたいことはたった一つです。大丈夫だよ。お前なら。この一言です。大丈夫だよ。あなたならって。何の根拠もないこの言葉をあなたに心から送りたいと思います。僕自身もこの言葉に本当に支えられたことがあって、僕のメンターで人生の師の一人でもあり、そしてビジネスパートナーでもある日本一の講演家、鴨頭嘉人さんっていう人がいます。鴨さん、まあ本当にいい人で、僕が会社を立ち上げて、なかなかビジネスがうまくいかなかった頃に出会い、そして僕にいろんなビジネスの手ほどきをしてくれて、たくさん応援してくれました。僕が一度会社のキャッシュ的に本当にうまく回ってなくて、すごい不安が押し寄せて、もっと頑張んなきゃ、もう本当にこのままじゃあかんのちゃうかなって、このままじゃダメだ、どうすりゃいいんだろう、そんな不安でいっぱいだった時に、鴨さんがにやりと笑って僕に言ってくれた言葉、大丈夫だよお前だったら。何の根拠もないこの言葉がどれだけ心を支えてくれたか。そっか、鴨さんが言ってくれるから大丈夫なんだ、俺もう一回頑張ろう、いや頑張る必要もないのかもしれない、俺は俺のまんまでいいんだと思って、本当にまた食らいついて走り続けて今の自分があると思ってます。少しだけ僕の話をさせてください。僕も本当にうまくいかないことの方が多い人生でした。今年で42歳になりますが、42年間で一番使ってきた自分の感情って何かってもし聞かれたら、僕はこう答えます。怒りと悲しさと悔しさですって。もちろんこれからの残りの人生は愛とか思いやりとか優しさとか、本当にそういう感情をたくさん使っていきたいって思っているし、そちらの割合を増やしていきたいと思ってますが、これまでの累計で考えたらまだまだ悔しさ悲しさの方が多いんじゃないかなって思うぐらい、いろんなことがうまくいかないことの方が多かったし、谷あり谷あり、どん底あり、また這い上がっては突き落とされみたいな、そんな人生だったかなと思っています。ビジネスを立ち上げた時も本当にいろいろうまくいかなくて、思いを持って会社を立ち上げたと思ったら詐欺に遭い、400万円一瞬にして失い、そこからまた這い上がろうと思ったらまた裏切られみたいな、まあそんなことの繰り返しで、一時期は株式会社なのにキャッシュが1万8000円という恐ろしい状態まで行ったことがあります。1万8000円ですよ、もう吹いたら飛ぶような会社どころじゃないですよね。風前の灯火どこじゃないですよね。もう高校生のアルバイトのもう金額やないんやからっていうぐらいの、そんなお金しか口座に入ってなかった、そんな株式会社だった時期もあります。そんぐらいギリギリ追い込まれていた時に、何の根拠もないけど、でも僕が大切に思い、そして僕のことを心から信じてくれた大切な優しい鴨さんが僕に送ってくれた言葉、大丈夫だお前だったら。今あれから 3,4 年の日々が経って、本当に幸せな人生を生きてるなって思います。毎日涙が出てくるような、そんな幸せな日々を送りながら、ビジネス的にも本当にうまくいき、素晴らしい人たちに囲まれながら、本当にかけがえのない日々を過ごせているのは、でもあの日々があったからだなって思うこともあります。だから今あなたが背負ってるその
苦難とか、今いろんなことがうまくいかないとか、今本当に惨めな思いになってたり、辛い思いになったりするっていうことも、いつの日かあなたが生きることを諦めない限り、必ず美談になる日が来ます。必ずネタになる日が来ます。だからあなたも大丈夫なんだって言ってあげれる、そんな日が絶対に来ます。だから今の自分はほんのひとときちょっと寂しかったり辛かったり切なかったりするかもしれないんですけど、どうかそんな自分を責めずに、僕からの心のからの言葉、大丈夫だよお前だったら、大丈夫だよあなただったら、この言葉を心の中にいつも留めておいてほしいなと思います。あなたの頑張りが必ず報われる日が来ます。過去は未来で変えられます。どんなに今が辛かったとしても、あなたが最高の未来を作っていくことによって、その今は全部また誰かを救うネタになり、材料になります。だから全然うまくやろうとしなくていいし、ちゃんとしなきゃとか、しっかりしなきゃとか、そんなことを思う必要もありません。今というその時間を目いっぱい楽しめるだけ楽しめ抜いて、頑張ってる自分も楽しんで、うまくいかないことも楽しんで、楽しみ抜きながら日々を歩んでみてください。絶対に大丈夫です、あなただったら。これからも応援しています。いつもありがとうございます。いってらっしゃい。